ロマン道路太宰治。こちらは LibriVox リリです。LibriVox リリの録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど詳しくはサイトをご覧ください。URL リ i b r i v o x o r g その1、8年前に亡くなったあの有名な洋画の大家、入江慎之助氏の家族は皆少し変わっているようである。 いや、偏調師というのではなく、案外そのような暮らし方の方が正しいので、かえって私ども一般の家庭の方こそ偏調師になっているのかもしれないが、とにかく異例の家の空気は普通の家のそれとは少し違っているようである。この家庭の空気から暗示を得て、私はよほど前に一つの短編小説を作ってみたことがある。私は不流行の作家なので、作った作品を すぐに雑誌に載せてもらうこともできず、その短編小説も長い間、私の机の引き出しの底にしまわれたままであったのである。その他にも、私には三つ四つそういう未発表のままの、いわば協定深く秘めたる作品があったので、おととしの早春、それらをひとまとめにして、いきなり単行本として出版したのである。貧しい創作集ではあったが、私には、 今ででも多少のの愛着があるのであるるなぜならその創作集の中の作品は一様に甘く何の野心も持たずひどく楽しげに書かれているからである。いわゆる力作はなんだかギクしャクして後で作者自身が読み返してみると嫌な気がしたりとするものであるが気楽な消極にはそんなことがないのである。例によってその創作集も あまり売れなかったようであるが、私は別段そのことを残念にも思っていない。売れなくてよかったとさえ思っている。愛着は感じていても、その作品集の内容を最上質のものとは思っていないからである。霊言の干渉にはとても耐えられる代物ではないのである。いわばだらしない作品ばかりなのである。けれども作者の愛着は また自ら別のものらしく、私は時折その余ったるい創作集をこっそり地上に開いて読んでいることもあるのである。その創作集の中でも最も軽薄で、しかも一番作者に愛されている作品は、すなわち冒頭において述べた入江新之助氏の異家族から暗示を得たところの短編小説であるというわけなのである。もとより軽薄な、 たわいのない小説ではあるが、どういうわけだか、私には忘れられない。兄妹五人あって、みんなロマンスが好きだった。長男は二十九歳、法学士である。人に接するとき、少し尊大ぶる悪癖があるけれども、これは彼自身の弱さをかばう鬼の面であって、まことは曰く、とても優しい。兄妹たちと映画を見に行って、これはダサ作だ。 ぐさくだ、と言いながら、その映画の侍の義理人情に参って、まず真っ先に泣いてしまうのは、いつもこの長景である。それに決まっていた。映画館を出てからは、急に存在に、むっと不機嫌になって、みちみち一言も口を聞かない。生まれて、いまだ一度も嘘というものをついたことはないと、躊躇せず公言している。それは、どうかと思われるけれど、しかし、 硬直潔白の一面は確かに具有していた。学校の成績はあまり良くなかった。卒業後はどこへも勤めず、家宅一家を守っている。イプセンを研究している。この頃人形の家をまた読み返し、重大な発見をしてすこぶる興奮した。ノラがあの時恋をしていた。お医者のランクに恋をしていたのだ。それを発見した。テーマにちを。 呼び集めて、そのところを指摘し、体制を知った、絶命に努力したが、とろうであった。テーマイたちは、どうだか、と首をかしげて、ニヤニヤ笑っているだけで、一向に興奮の色を示さぬ。一体にテーマイたちは、この兄を甘く見ている。なめている風がある。長女は二十六歳。未だだ嫁がず。鉄道省に通勤している。フランス語が、かなりよくできた。背丈が、 五尺三寸あった。すごく痩せている。手前たちに馬と呼ばれることがある。髪は短く切ってロイドメガネをかけている。心が派手で、大都でもすぐ友達になり、一生懸命に奉仕して捨てられる。それが趣味である。優秀、赤稜の缶を密かに楽しむのである。けれども一度、同じ缶に勤務している若い管理に夢中になり、そうしてやはり捨てられた時には、 その時だけはさすがに芯からげっそりして、間の悪さもあり、肺が悪くなったと嘘をついて、一週間も寝て、それから首に包帯を巻いて、やたらに咳をしながら、お医者に店に行ったら、レントゲンで精細に調べられ、稀に見る眼鏡の肺臓であると言って医者に褒められた。文学鑑賞は本格的であった。実によく読む。用の東西を問わない。力余って、 自分でも何やらこっそり書いている。それは本幕の右の引き出しに隠してある。正教二年後に発表のこと、と書きしたためられた支援が、その蓄積された作品の上にきちんと載せられているのである。二年後が十年後と書き改められたり、二ヶ月後と書き直されたり、時には百年後となっていたりするのである。次男は二十四歳。これは俗物であった。 帝大の医学部に在籍。けれども、あまり学校へは行かなかった。体が弱いのである。これは本物の病人である。驚くほど美しい顔をしていた。隣職である。長兄が人に騙されて、モンテーニュの使ったラケットと称する変哲もない古いラケットを、五十円に値切って買ってきて、とくとくとしていた時など、次男は陰で一人、あまりの痛感に大熱を発した。 その熱のためにとうとう腎臓を悪くした。人を、どんな人をも別したがる傾向がある。人が何か言うと、ケッという奇怪な、カラステングの笑い声に似た、不愉快極まる笑い声を発するのである。ゲーテ一点張りである。これとても、ゲーテの素朴な私精神に敬服しているのではなく、ゲーテの好意交換に傾倒しているらしい。不死がないでもない。怪しいものである。けれども、 刑前みんなで即興の詩などを共作する場合にはいつでも一番である。できている。俗物だけにいわば情熱の客観的把握がはっきりしている。自身その気で精進すればあるいは二流のサッカーくらいにはなれるかもしれない。この家の足の悪い十七の女中に死ぬほど好かれている。次女は二十一歳。ナルシッサスである。ある新聞社がミス日本を募っていた時、 あの時には、よほど自己推薦しようかと、三夜見もだえした。大声上げて、わめき散らしたかった。けれども、三夜の見もだえの果て、自分の身長が足りないことに気がつき、断念した。境内のうちで、一人目立って小さかった。四尺七寸である。けれども、決してみっともないものではなかった。なかなかである。深夜、羅栄で鏡に向かい、ニットを可愛いく微笑してみたり、 ふっくらした白い両足をヘチマーコロンで洗って、その指先にそっと自身で接吻して、うっとり目をつぶってみたり、一度鼻の先に針でついたような小さい服でものして、憂鬱のあまり自殺を図ったことがある。読書の選定に特色がある。明治初年の歌人の奇遇、渓谷美談などを古本屋から探してきて、一人でクスクス笑いながら読んでいる。黒い悪いか。 モルタ試験などの翻訳をも好んで読む。どこから手に入れてくるのか名の知れぬ同人雑誌をたくさん集めて面白いなうまいなと新顔でつぶやきながら端から端まで丹念に読破している本当は教科をひそかに最も愛読していたマッテイは18歳である今年一校の売りか講類に入学したばかりである高等学校へ入ってから彼の態度ががぜん変わった 兄たち姉たちにはそれがおかしくてならない。けれども末っは大真面目である。家庭内のどんなささやかな紛争にでも、必ずまってはぬっと顔を出し、頼まれもせんのに思案深げに審判を下して、これには母ははじめ一家中並行している。勢い末っはいは一家中から敬遠の形である。末っにはそれが不満でならない。長女は彼のぶっと膨れた 復元な顔を見かねて、一人では大人になった気でいても、誰も大人と見ぬぞ悲しき、という和歌を一種作って末程に与え、彼の罪や意見の無量を慰めてやった。顔が熊の子のようで愛くるしいので、兄弟たちが何かと彼に構えすぎて、それがために彼は多少おちょこちょいのところがある。探偵小説を好む。時々一人部屋の中で、 変装ししててみたりなどしている語学の勉強と称して和文大役のドールのものを買ってきて和文のところばかり読んでいる。兄弟中で家のことを心配しているのは自分だけだと密かに悲壮の勘に打たれている。以上がその短編小説の冒頭の文章であって、それからささやかな事件がわずかに展開するという仕組みになっていたのであるが、それはもとよりたわいのない作品であったことは前にも述べた。 私の愛着は、その作品に対してよりも、その作中の家族に対しての方が強いのである。私は、あの家庭全体を好きであった。確かに、実際の家庭であった。すなわち、個人、入れ新之助氏の家族のスケッチに違いないのである。もっともそれは、必ずしも事実そのままの叙実ではなかった。大げさな言い方で、自分でも少なからず狼狽しながら申し上げるのであるが、 いわば死と真実以外のものは適度に整理して叙実したというわけなのであるところどころに大層さえ混ぜているけれども大体はあの異例の家庭の姿を映したものだ一毛において差異はあっても究牛においてはリアルであるというわけなのだもっとも私はあの短編小説において慶舞五人とそれから優しく賢明なご母堂についてだけ書いたばかりで 祖父、並びに祖母のことは、作品構成の都合上、無礼千倍にも割愛してしまっているのである。これは、確かに不当なる処置であった。異例の家を語るのに、その祖父、祖母を除外しては、やはりどうしても不完全のようである。私は、今はその二人についても語っておきたいのである。その前に一つ、お断りしなければならないことがある。それは、私のこれからの叙述の全部は、 現在、今年の異例の家の姿ではなく、4年前に私が密かに短編小説に取り入れたその時の異例の家の雰囲気に他ならないという一時である。今の異例期は少し違っている。結婚した人もある。亡くなられた人さえある。4年以前に比べていささか暗くなっているようである。そうして私も今は異例の家に昔ほど気楽に遊びに行けなくなってしまった。つまり5人の境内も また私も、みんなが少しずつ大人になってしまって、礼儀も正しく、よそよそしく、いわゆるあの社会人というものになった様子で、お互いたまに会ってもちっとも面白くないのである。はっきり言えば、現在の入江家は私にとってあまり興味がないのである。書くならば、4年前の入江家を書きたいのである。それゆえ、私のこれから呪術するのも、4年前の入江の家の姿である。 現在は少し違っている。それだけをお断りしておいて、さて、その頃の祖父は、毎日何もせずに遊んでばかりいたようである。もし、異例の家系に、非凡なロマンの血が流れているとしたならば、それはこの祖父から始まったものではないかと思われる。もはや八十を過ぎている。毎日、用事ありげに、麹町の自宅の裏門から、そそくさと出かける。実に素早い。 この祖父は壮年の頃は横浜でかなりの貿易商を営んでいたのである。霊則の甲信之助氏が美術学校へ入学した時にも少しも反対せぬばかりかかえって身辺の者のに誇ってさえいたというほどの豪傑である。年取って隠居してからでもなかなか家にじっとしてはいない。歌人の隙をうかがってはひらりと身を翻して裏門から脱出する。 すたすた二三丁歩いて、後ろを振り返り、歌人が誰もついてこないということを見届けてから、海中より鳥打ち棒をひょいと取り出して、阿弥陀にかぶるのである。派手な格子からの鳥打ち棒であるが、ひどく古びている。けれども、これをかぶらないと、散歩の気分が出ないのである。四十年間、愛用している。これをかぶって、銀座に出る。資生堂へ入って、 ショコラというものを注文する。ショコラ一杯に一時間も二時間も粘っている。あちらこちらを見渡し、昔の商売仲間が若い芸妓などを連れて現れると、たちまち大声で呼びかけ、話すものでない。無理やり自分の目ッに座らせて、ゆるゆると嫌味を言い出す。これがこらえられぬ楽しみである。家へ帰るときには必ず誰かにわずかなお土産を買っていく。 やはり気が引けるのである。この頃はめっきりまた家族のご機嫌を伺うようになった。勲章を発明した。メキシコの銀貨に穴を開けて赤い絹紐を通し、家族においてその一週間最も功労のあったものにこれを贈呈するという案である。誰もあまり欲しがらなかった。その勲章をもらったが最後、その一週間は家にある時必ず胸に吊り下げていなければいけないというのであるから。 家族ししく並行している。母は舅に孝行であるからそれをもらってもありがたそうな顔をして帯の上にそれでもなるべく目立たないように吊り下げる祖父の晩酌のビールを一本多くした時には母は家をなしにこの勲章をその場で授与されてしまうのである長兄も真面目な性質であるからたまに祖父のよすのお供の甲などでうっかり授与されてしまうことがあってもそれでもさすがに悪びれず 一週間、胸にちゃんと吊り下げている。長女を次男は逃げ回っている。長女は、私にはとてもその資格がありませんからと、孤児して利行に逃げている。ことに次男は、その勲章を自分の引き出しにしまい込んで、落としたと嘘をついたことさえある。祖父は、たちまち次男の嘘を看破し、次女に命じて、次男の部屋を捜査させた。次女は、運悪くそのメダルを発見したので、今度は次女に贈呈された。 祖父はこの次女を偏愛している様子がある。次女は一家中で最も高ぶり少しの功もないのにそれでも祖父は何かというとこの次女に勲章を贈呈したがるのである。次女はその勲章をもらうと大抵自分の財布の中に入れておく。祖父は次女にだけはそんな除外令を許可するのである。胸に吊り下げずともいいのである。一家中で多少でもその勲章を欲しいと思っているのは。 マッテイもさすがにそれを授与されて胸に吊り下げられるとなんだか恥ずかしくて落ち着かない気がするのだけれどそれを取り上げられて誰か他の人に渡される時にはふっと寂しくなるのである。次女の留守に次女の部屋へこっそり入って行って財布を探し出しその中のメダルを懐かしそうに眺めている時もある。祖母はこの勲章を一度も授与されたことがない。初めから きっぱり拒否しているる。のであひどくはっきりした人なのである。バカらしいと言っている。この祖母はマッテイを目に入れても痛くないほど可愛がっている。マってが一時、催眠術の研究を始めて、祖父、母、兄たち、姉たち、みんなにその術をかけてみても、誰も一向にかからない。みんな、キョロキョロしている。大笑いになった。マってい一人、泣きべそをかいて、汗を流し、 最後に祖母へかけてみたら、たちまちにかかった。祖母は椅子に腰かけて、こくりこくりと眠り始め、実者のおごすかな問いに、無心に答えるのである。おばあさん、花が見えるでしょう。ああ、きれいだね。何の花ですかレンゲだよ。おばあさん、一番好きなものは何ですかお前だよ。実者は少し興ざめた。お前というのは誰ですかカズオ、マッテの名、じゃないか。 そばで拝見していた家族の者が、どっと笑い出したので、祖母は覚醒した。それでもまず、術者の面目は保ち得たのである。とにかく、祖母だけは、術にかかったのだから。でも、後で真面目な朝廷が、おばあさん、本当にかかったのですか、とこっそり心配そうに尋ねたとき、祖母は、ふんと笑って、かかるものかね、とつぶやいた。 以上が入江家の人たち全部の大体の素描である。もっと詳しく紹介したいのであるが、今はそれよりもこの家族全部で連作した一つのかなり長い小説をお知らせしたいのである。入江の家の境内たちは、みんな、多少ずつ文芸の趣味を持っていることは前にも言っておいた。彼らは時々物語の連作を始めることがある。大抵、曇天の日曜などに、境内五人、 客間に集まって、恐ろしく退屈してくると、長兄の発案で始めるのである。一人が思いつくままに勝手な人物を登場させて、それから順々にその人物の運命やら何やらを捏造していって、ついに一遍の物語を創造するという遊戯である。簡単に済みそうな物語なら、その場で順々に口で言って片付けてしまうのであるが、発端から大いに面白そうな時には、 大事をとって、順々に原稿用紙に書いて回すことにしている。そのような彼ら五人の合作の小説が、すでに四五編もたまっているはずである。たまには祖父、祖母、母もお手伝いすることになっている。この度のやや長い物語にも、やはり祖父、祖母、母のお手伝いがあるようである。章終わり。この録音はパブリックドメインです。 リブリボックス、ドットオ g のために録音されました。その2。大抵まっていがよくできもしないくせに、まず真っ先に物語る。そうして大抵失敗する。けれどもまっては絶望しない。今度こそと意気込む。お正月5日間のお休みの時、彼らは少し退屈して、例の物語の遊戯を始めた。その時もまっては、 僕にやらせてください、僕に、と先人を志願した。毎度のことではあり、兄姉たちは笑って許した。この度は年の初めの物語でもあり、大事をとって原稿用紙にきちんと書いて、順々に回すことにした。締め切りは翌日の朝。めいめいが一日たっぷり考えて書くことができる。五日目の夜か六日目の朝には、 一編の物語が完成するそれまでの5日間彼ら5人の受け前たちはかすかに緊張しほのかに生きがいを感じている。まっては例によって先人を志願し許されて発端を解き起こすことになったがさて何の不安もないスランプなのかもしれない引き受けなければよかったと思った。1月1日他の兄姉たちは それぞれよそへ遊びに出てしまった。祖父はもちろん早朝から鉛筆服を着て姿を消したのである。家に残っているのは祖母と母だけである。マッテイは自分の勉強室で鉛筆を削り直してばかりいた。泣きたくなってきた。万事休してとうとう悪事を企んだ。氷雪である。これより他はないと思った。胸をドキドキさせて、アンデルセン・ドア州。 グリム物語、ホームズの冒険などを読みあさった。あちこちから盗んで、どうやらまとめた。昔、北の国の森の中に、恐ろしい魔法使いのばあさんが住んでいました。実に悪い醜いばあさんでありましたが、一人娘のラプンツェルにだけは優しく、毎日、金の櫛で髪をすいてやって可愛がっていました。ラプンツェルは、美しい子でした。 そうして大変活発な子でした。十四になったらもうばあさんの言うことを聞かなくなりました。ばあさんを逆に時々叱ることさえありました。それでもばあさんはラプンツェルを可愛くてたまらないので笑って負けていました。森の木が木枯らしに吹かれて一日一日素肌を表し魔法使いの家でもそろそろ冬ごもりの支度に取り掛か,かり始めた頃素晴らしい獲物が この魔法の森の中に迷い込みました。馬に乗ったきれいな王子が、黄昏の森の中に迷い込んできたのです。それは、この国の16歳の王子でした。彼に夢中になり、家来たちにはぐれてしまい、帰りの道を見失ってしまったのでした。王子の金の鎧は、薄暗い森の中で、松明のように光っていました。婆さんは、これを見逃すはずはありません。風のように家を飛び出し、 たちまち王子を馬から引きずり落としてしまいました。この坊ちゃんは肥えているわい。この肌の白さはどうじゃ。くるみの実で壊したんじゃな。と喉を鳴らして言いました。ばあさんは長い怖い髭を生やしていて、眉毛は目の上までかぶさっているのです。まるで太らした子筋そっくりじゃ。さて味はどんなもんじゃろう。冬こもりにはこいつの塩漬けが一番いい。 と、にたにた笑いながら、担当を引き抜き、王子の白い喉に狙いをつけた瞬間、あ、っとばあさんは叫びました。ばあさんは娘のラプンツェルに耳を噛まれてしまったからです。ラプンツェルはばあさんの背中に飛びついて、ばあさんの左の耳たぶを嫌というほど噛んで離さないのでした。ラプンツェルや、許しておくれ、とばあさんは、娘を可愛がって甘やかしていますから、 ちっとも怒らず、無理に笑って謝りました。ラプンツェルは婆さんの背中をゆすぶって、この子はあたしと遊ぶんだよ。この綺麗な子をあたしに送れ、とダダをこねました。可愛がられ、わがままに育てられていますから、とても強情で、一度言い出したらもう後へは引きません。婆さんは、王子を殺して塩漬けにするのを一晩だけ我慢してやろうと思いました。 よしよし、お前にあげるわよ。今晩は、お前のお客様に、うんとご馳走してやろう。その代わり、明日になったら、ばあさんに返してくだされ。ラプンツェルは、うなずきました。その夜、王子は魔法の家で、大変優しくされましたが、生きた心地もありませんでした。晩のご馳走は、カエルの焼き串、小さい子供の指を詰めたマムシの皮、天狗岳と、ハツカネズミの湿った花と、 青虫の御像とで作ったサラダ飲み物は沼の女の作った青緑のお酒と墓穴からできる小三酒とでした。錆びた国と教会の窓ガラスとが食後のお菓子でした。王子は見ただけで胸が悪くなりどれにも手をつけませんでしたが婆さんとラプンツェルはおいしいおいしいと言って飲み食いしました。いずれもこの家のとっておきの料理なのでありました。 食事が済むとラプンツェルは王子の手を取って自分の部屋へ連れて行きました。ラプンツェルは王子と同じくらいの背丈でした。部屋へ入ってから王子の肩を抱いて王子の顔を覗き小さい声で言いました。お前があたしを嫌いにならないうちはお前を殺させはしないよ。お前王子様なんだろう。ラプンツェルの髪の毛はばあさんに毎日ついてもらっているおかげで。 まるで黄金を紡いだように見事に光り足のあたりまで伸びていました。顔は天使のようにふっくりして黄色いバラの感じでありました。唇は小さくイチゴのように真っ赤でした。目は黒く澄んでどこか悲しみをたたいていました。王子は今までこんな美しい女の子を見たことがないと思いました。ええと王子は低く答えて少し気も緩んで。 涙をポタポタタ落としましまたラプンツェルは黒く澄んだ目でじっと王子を見つめていましたがちょっとうなずいて「お前があたしを嫌いになっても人に殺させはしないよ。そうなったらあたしが自分で殺してやる」と言って自分も泣いてしまいました。それから急に大声で笑い出して涙を手の甲で拭い王子の目をも同様に拭いてやって「さあ今夜はあたしと一緒に 私の小さな動物のところに寝るんだよ」と元気そうに言って隣の寝室に案内しましたそこにはわらと毛布が敷いてありました上を見ますと針や止まり木におよそ百羽ほどの鳩が止まっていましたみんな眠っているように見えましたが二人が近づくと少し体を動かしました「これはみんな私のだよ」とラプンツェルは教えて 素早く手近の一羽を捕まえ、足を持って揺すぶりました。ハトは驚いて羽をバタバタさせました。キスしてやっておくれ、とラプンツェルは鋭く叫んで、そのハトで王子の方を打ちました。あっちのカラスは森のヤクザのだよ、と部屋の隅の大きい竹缶を顎でしゃくって見せて、銃はいるんだが、何しろみんなヤクザのでね。 ちゃんと、滝かごに閉じ込めておかないと、すぐ飛んでいってしまうのだよ。それから、ここにいるのは、あたしの古い友達の、ベイだよ、と言いながら、一匹の鹿を、角をつかんで、部屋の隅から引きずり出してきました。鹿の首には、銅の首輪がはまっていて、それに鉄の太い鎖が繋がれていました。こいつもしっかり鎖で繋いでおかないと、あたしたちのところから逃げ出してしまうのだよ。 どうしてみんな、あたしたちのところにいつかないのだろう。どうでもいいや。あたしは毎晩、ナイフで持って、この米の首をくすぐってやるんだ。するとこいつはとても怖がって、ジタバタするんだよ。そう言いながら、ラプンツェルは壁の裂け目から、ピカピカ光る長いナイフを取り出して、それでもって鹿の首をなで回しました。かわいそうに鹿は、せつながって身をくねらせ、油汗を流しました。 ラプンツェルは、その様を見て、大声で笑いました。君は寝るときも、そのナイフをそばに置いとくのかねと、王子は少し怖くなって、そっと聞いてみました。そうさ、いつだってナイフを抱いて寝るんだよ、とラプンツェルは平気な顔で答えました。何が起こるかわからないもの。それはいいから、さあもう寝よう。お前が、どうしてこの森へ迷い込んだか、それをこれから聞かせておくれ。 二人は藁の上に並んで寝ました。王子は今日森へ迷い込むまでのことの次第を、どもりどもり申しました。お前はその家来たちと別れて、寂しいのかい寂しいさ。お城へ帰りたいのかいああ、帰りたいな。そんな泣きべそをかく子は嫌だよ。と言って、ラプンツェルは急に跳ね起き、それよりか、嬉しそうな顔をするのが本当じゃないか。ここにパンが二つとハムが一つあるからね。 途中でお腹がすいたら食べるがいいや。何をぐずぐずしているんだね。王子はあまりの嬉しさに思わず飛び上がりました。ラプンツェルは母さんのように落ち着いて。ああ、この毛の長靴をお履き、お前にあげるよ。途中寒いだろうからね。お前には寒い思いをさせやしないよ。これ、おばあさんの大きな指なし手袋さ。さあ、はめてごらん。ほら、手だけ見ると、まるで、 私の汚いおばあさんそっくりだ。王子は感謝の涙を流しました。ラプンツェルは次に鹿を引きずり出し、その鎖をほどいてやって。べえや、私はできればお前をもっとナイフでくすぐってやりたいんだよ。とても面白いんだもの。でももうどうだっていいや。お前を逃がしてやるからね。この子をお城まで連れて行っておくれ。この子はお城へ帰りたいんだってさ。どうだっていいや。 うちのおばあさんより、早く走れるのは、お前のほかにないんだからね。しっかり頼むよ。王子は鹿の背に乗り、ありがとう、ラプンツェル。君を忘れやしないよ。そんなこと、どうだっていいや。べえや、さあ走れ。背中のお客様を振り落としたら承知しないよ。さようなら。ああ、さようなら。泣き出したのは、ラプンツェルの方でした。鹿は闇の中を矢のようにシックしました。 ヤブを飛び越え、森を突き抜け、一直線に湖水を渡り、狼が吠え、カラスが叫ぶ荒野を、一目散、背後に、シュッシュッと、花火の燃えて走るような音が聞こえました。振り向いてはいきません。魔法使いのおばあさんが追いかけているのです。と鹿は走りながら教えました。大丈夫です。私より早いものは流れ星だけです。でもあなたは、ラプンツェルの親切を忘れちゃいけませんよ。 気性は強いけれども寂しい子です。さあ、もうお城に着きました。王子は夢見るような気持ちで、お城の門の前に立っていました。かわいそうなラプンツェル、魔法使いのばあさんは、今度は怒ってしまったのです。大事な大事な獲物を逃がしてしまった、わがままにも程があります。と言って、ラプンツェルを森の奥の真っ暗い塔の中に閉じ込めてしまいました。 その塔には、戸口もなければ階段もなく、ただ頂上の部屋に小さい窓が一つあるだけで、ラプンツェルはその頂上の部屋に明け暮れ、起気する身の上になったのでした。かわいそうなラプンツェル。一年たち、二年たち、薄暗い部屋の中で誰にも知られず、むなしく美しさを増していました。もうすっかり大人になって、感慨深い娘になっていました。いつも王子のことを忘れません。 寂しさのあまり月や星に向かって歌を歌うこともありました。寂しさが歌声の底にこもっているので森の鳥や木々もそれを聞いて泣きお月様も潤みました。月に一度ずつ魔法使いのおばあさんが見回りに来ました。そうして食べ物や着物を置いていきました。ばあさんはラプンツェルをやっぱり可愛くて塔の中で飢え死にさせるのがつらいのです。 婆さんには魔法の翼があるので、自由に塔の頂上の部屋に出入りすることができるのでした。三年たち、四年たち、ラプンツェルも自然に十八歳になりました。薄暗い部屋の中で自分で気がつかずに美しく輝いていました。自分の花の好奇は自分では気がつきません。その年の秋に王子は狩りに出かけ、またもや魔の森に迷い込み、ふと悲しい歌を耳にしました。 何とも言えず、胸に染み入るので、魂を奪われ、ふらふら塔の下まで来てしまいました。ラプンツェルではないかしら。王子は四年前の美しい娘を決して忘れてはいませんでした。顔を見せておくれ、と王子は精一杯の大声で叫びました。悲しい歌はやめてください。塔の上の小さい窓から、ラプンツェルは顔を出して答えました。そうおっしゃるあなたは誰です。悲しい者には、 悲しいい歌が救いなのです人の悲しさもお別れにならないくせに。ああ、ラプンツェル。王子は狂気しました。私を思い出しておくれ。ラプンツェルの方は一瞬さっと青白くなり、それからほのぼの赤くなりました。けれども幼い頃の強い気性がまだ少し残っていたので。ラプンツェルその子は四年前に死んじゃった。とできるだけ冷たい口調で答えました。 けれども、それから大声で笑おうとして、すっと息を吸い込んだら、急に泣きたくなって、笑い声の代わりに、激しいおえつが出てしまいました。あの子の髪は金の端、あの子の髪は虹の端、森の小鳥たちは一斉に奇妙な歌を歌い始めました。ラプンツェルは泣きながらも、その歌を小耳に挟み、ふっと素晴らしい霊感に打たれました。ラプンツェルは、 自分の美しい髪の毛を二巻三巻左の手に巻きつけて、右の手にハサミを握りました。もう今ではラプンツェルの見事な黄金の髪の毛は床に届くほど長く伸びていたのです。ジョキリジョキリおしげもなく切って、それから髪の毛を結び合わせ、長い一本の綱を作りました。それは火のもで最も美しい綱でした。窓の縁にその端を固くゆえて、 自分はその美しい金の綱を伝って、スルスル下へ降りていきました。ラプンツェル、王子は小声でつぶやいて、ただうっとると見とれていました。地上に降り立ったラプンツェルは、急に気弱くなって、何も言えず、ただそっと王子の手の上に、自分の白い手を重ねました。ラプンツェル、今度は私が君を助ける番だ。いや、一生君を助けさせておくれ。 王子はもはや二十歳です。とても頼もしげに見えました。ラプンツェルはかすかに笑ってうなずきました。二人は森を抜け出し、婆さんの気づかぬうちにと、急ぎに急いで荒野を横切り、めでたく、無事にお城にたどり着くことができたのです。お城では二人を大喜びで迎えました。まってが苦心のあいく、やっとここまで書いて、それから大変不機嫌になった。失敗である。 これでは何も物語の発端にならない。おしまいまで自分一人で書いてしまった。またしても兄や姉たちに笑われるのは日を見るよりも明らかである。マッテいは密かに苦慮した。もう日が暮れてきた。寄せ遊びに出かけた兄や姉たちもそろそろ帰宅した様子で茶の間から大勢の陽気な笑い声が聞こえる。僕は孤独だ。とマッテいは 石稜の艦に襲われたその時救い主が現れた祖母である祖母はさっきから勉強室に一人閉じこもっている末っをかわいそうでならないまた始めたのかねうまく書きたかいと言ってその時祖母はまっての勉強室に入ってきたのであるあっちへ行ってまっては不機嫌であるまたしくじったねお前はよくできもしないくせに こんな馬鹿げた競争に入るからいけないよ。お店わかるもんか。泣かなくてもいいじゃないか。馬鹿だね。どれどれ。と祖母は帯の間から老眼鏡を取り出し、まってのおとぎ話を小さい声を出して読み始めた。くつくつ笑い出して。おやおや、この子はまあ、マスたことを知っているじゃないか。面白い。よく書けていますよ。でも、これじゃ後が続かないね。当たり前さ。困ったね。 私ならばこう書くね。お城では二人を大喜びで迎えました。けれどもこれから不幸せが続きます。と書きます。どうだろうね。こんな魔法使いの娘と王子様では身分が違いすぎますよ。どんなに好き合っていたってそれはうまくいかないね。こんな縁談は不幸せのもつさ。どうだね。と言って、末っの肩を人差し指でトンとついた。知っていますよ、そんなことぐらい。 あっちへ行って。僕には僕の考えがあるんですからね。おやそうかい。祖母は落ち着いたものである。大抵、まっての考えというものがわかっているのである。大急ぎで、後をかいて、茶の前おいで、お腹がすいたろう。お雑煮を食べて、それから、カルタでもして遊んだらいいじゃないか。そんな競争なんてつまらない。あとは、大きい姉さんに頼んでおしまい。あれはとても上手だから。 祖母を追い出してから、末っは、おもむらに、いわゆる自分の考えなるものを書き加えた。けれども、これから不幸せが続きます。魔法使いの娘と王子とでは身分があまりに違いすぎます。これから不幸せが起こるのです。あとは、お姉さんにお願いいたします。ラプンツェルを大事にしてやってください。と祖母の言ったとおりに書いて、ほっとため息をついた。章終わり。 この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオグのために録音されました。その三。今日は二日である。一家揃ってお雑煮を食べて、それから長女一人はすぐに自分の書斎へ退いた。純白の毛糸のセーターの胸には黄色い小さなバラの増加をつけている。 机の前に少し膝を崩して座り、それから眼鏡を外して、ニヤニヤ笑いながら、半ケチで眼鏡の玉をせっせと吹いた。それが終わってから、また眼鏡をかけ、目を大げさにパチクリとさせた。急に真面目な顔になり、座り直して机に頬杖をつき、しばらく思いに沈んだ。やがて万年筆を取って書き始めた。 恋愛の舞踏の終わったところから、常に真の物語が始まります。めでたく結ばれたところで、大抵の映画は、The End になるようでありますが、私たちの知りたいのは、さて、それからどんな生活を始めたかという一時であります。人生は決して興奮の舞踏の連続ではありません。白々しく、強ざめの宿命の中に寝起きしているばかりであります。 私たちの王子とラプンツェルもお互い子供の時にちらと顔を見合わせただけで離れ難い愛着を感じたちまち別れて共に片時も忘れられず苦労の末に再び成人の姿で相合うことができたのですがこの物語は決してこれだけでは終わりませぬお知らせしなければならぬことはむしろその後の生活にあるのです王子とラプンツェルは 手を握り合って魔の森から逃れ広い荒野を飲まず食わず終始無言で夜昼歩いてやっとお城にたどり着くことができたもののさてそれからが大変です王子もラプンツェルも死ぬほど疲れていましたがゆっくり休んでいる暇もありませんでした王様も王妃もまた家来の衆も等しく王子の無事を喜び矢継ぎ早に この度の冒険について質問を集中し、王子の背後にうなだれて立っている異様に美しい娘こそ4年前王子を救ってくれた恩人であるということもやがて判明いたしましたので城中の喜びも2倍になったわけでした。ラプンツェルは香水の風呂に入れられ美しい軽いドレスを着せられそれから全身が埋まってしまうほど熱くふんわりした布団に寝かされ 寝も立てぬくらいいの深い眠りに落ちました随分長いこと眠りやがて熟し切ったイチジクが自然にポタリと枝から離れて落ちるように眠り足りてぽっかり目を覚ましたが枕元には清掃しすっかり元気を回復した王子が笑って立っておりましたラプンツェルはひどく恥ずかしく思いました「私帰ります私の着物はどこ?」。 と少し置きかけて言いました。バカだな。王子はのんびりした声で、着物は君が着てるじゃないか。いいえ、あたしが当で着ていた着物よ、返してちょうだい。あれは、おばあさんが一等いい布ばかり寄せ集めて縫ってくださった着物なのよ。バカだな。王子は再びのんびりした声で言いました。もう寂しくなったのかいラプンツェルは、 思わずこっくりうなずき、急に胸がふさがってたまらなくなり、声を放って泣きました。おばあさんから離れて、他人ばかりのお城にいるのを寂しくは思ったのではありません。それは、前から覚悟してきたことでございます。それに、あのばあさんは、決していいばあさんでないし、また、たとえよいおばあさんであっても、娘というものは、好きな人さえそばにいてくださったら、 肉身全部と離れたとて、ちっとも寂しがらず、まるで平気なものでございます。ラプンツェルの泣いたのは、寂しかったからではありませぬ。それはきっと、恥ずかしく、悔しかったからでありましょう。お城へ夢中で逃げてきて、こんな上等の着物を着せられ、こんな柔らかい布団に寝かされ、前後不覚に眠ってしまって、さて、覚めて落ち着いて考えてみると、私は、こんな身分じゃなかった。 私は癒や、癒しい魔法使いの娘だったということが、はっきり分かって、それで、いたたまらない気持ちになり、恥ずかしいばかりか、ひどい屈辱さえ感じられ、帰りますとうと、唐突なことを言い出したのではないでしょうか。ラプンツェルには、やっぱり小さい頃の、かちな堅い字の性質が、まだ少し残っているようであります。苦労を知らない王子には、そんなことの分かろうはずがありませぬ。ラプンツェルが、 突然泣き出したので、すこぶる当惑して、君はまだ疲れているんだ、と勝手な判断を下し、お腹も空いているんだ、とにかく食事の支度をさせよう、と低くつぶやきながら、あたふたと部屋を出て行きました。やがて、五人の次女がやってきて、ラプンツェルを再び香水の風呂に入れ、今度は前の着物よりもっと重い、シンクの着物を着せました。 顔と手に薄く化粧を施しましまた少し短い金髪をも上手に束ねてくれました。真珠の首飾りをゆったりかけて、ラプンツェルがすっくと立ち上がった時には、五人の侍女がそろって深いため息を漏らしました。こんなに気高く美しい姫を今まで見たこともなし、またこれからもこの世で見ることはないだろうと思いました。 ラプンツェルは食事の部屋に通されました。そこには王様と王妃と王子の三人が晴れやかに笑って立っていました。おおきれいじゃ王様は両手を広げてラプンツェルを迎えました。本当にと王妃も満足げにうなずきました。王様も王妃も慈悲深く少しも高ぶることのないとても優しい人でした。 ラプンツェルは少し寂しそうに微笑んで挨拶しました。お座りここへお座り王子はすぐにラプンツェルの手を取って食卓に着かせ、自分もその隣にぴったりくっついて座りました。おかしいくらいに得意な顔でした。王様も王妃も軽く笑いながら着席し、やがて和やかな食事が始められたのでしたが、ラプンツェル一人はただ孫ついておりました。 次々と食卓に運ばれてくるお料理をどうして食べたらいいのやらまるで見当がつかないのです。いちいち隣の王子の方を盗み見てこっそりその手つきを真似てどうやら口に入れることができても青虫の五臓のサラダやうちの佃煮などの婆さんのお料理ばかり食べつけているラプンツェルにはその王様の最上級のご馳走も、なんだか変な味で胸が悪くなるばかりでありました。 ケランの料理だけはさすがにおいしいと思いましたがでもやっぱり森のカラスの卵ほどにはおいしくないと思いました食卓の話題は豊富でした王子は四年前の恐怖を語りまたこの旅の冒険を誇り王様はその一期一期に感動し深くうなずいてその旅ごとに祝杯を傾けるのでついにはひどく余裕を発し王妃に背負われて別室に退きました 王子と二人きりになってから、ラプンツェルは小さい声で言いました。あたし、表へ出てみたいの。なんだか胸が苦しくて、顔が真っ青でした。王子はあまりに上機嫌だったので、ラプンツェルの苦痛に同情することを忘れていました。人は自分で幸福な時には、他人の苦しみに気がつかないものなのでしょう。ラプンツェルの青い顔を見ても、少しも心配せず、食べ過ぎたのさ、 庭を歩いたらすぐ治るさ、と軽く言って立ち上がりました。外は良いお天気でした。もう秋も半ばなのに、ここの庭ばかりは様々な草花がいっぱい咲いておりました。ラプンツェルはやっとにっこり笑いました。せいせいしたわ。お城の中は暗いので、私は夜かと思っていました。夜なものか、君は昨日の昼から今朝までぐっすり眠っていたんだ。 寝息もないくらいに深く眠っていたので私は死んだのじゃないかと心配していた森の娘がその時に死んでしまって目が覚めてみると上品なお姫様になっていたらよかったのだけれど目が覚めてもやっぱり私はおばあさんの娘だったわラプンツェルは本気に残念があってそう言ったのでしたが王子はそれをラプンツェルのお道けと介して大いに笑い教授 そうかね、そうであったかね、それはお気の毒だったね、と言って、また大声を上げて笑うのでした。何という花か、大変匂いの強い純白の小さい花が、見事に咲ききそっている茨の陰に差し掛かったとき、王子はふいと立ち止まり、一瞬真面目な目つきをして、それからラプンツェルの骨も砕けようとばかり抱きしめて、それから狂った人のような意外の動作をいたしました。 ラプンツェルはへ忍びました。初めてのことでもなかったのでした森から逃れて荒野を夜昼眠らず歩いている途中においてもこれに似たことが三度あったのでしたもうどこへも行かないねと王子は少し落ち着いてラプンツェルと並んでまた歩き出し低い声で言いました二人は白い花の茨の陰から出て睡蓮の咲いている 小さいい沼の方へ歩いて行いきますラプンツェルはなぜだか急におかしくなってプッと吹き出しました。何どうしたのと王子はラプンツェルの顔を覗き込んで尋ねました。何がおかしいのごめんなさいあなたが変に真面目なのでつい笑っちゃったの。私が今さらどこへ行けるの私があなたを塔の中で4年も待っていたのです。 沼のほとりに着きましたラプンツェルは今度は泣きたくなって岸の青草の上に崩れるように座りました。王子の顔を見上げて王様も王子様もお許しくださったのもちろんさ。王子は再び以前のこだわらぬ笑顔に帰ってラプンツェルのそばに腰を下ろし君は私の命の恩人じゃないか。ラプンツェルは王子の膝に顔を押しつけて泣きました。 それから数日後、お城では豪華な婚礼の式が挙げられました。その世の花嫁は翼を失った天使のように可れに震えておりました。王子にはこの育ちの違った野生のバラがただもう珍しく一月二月暮らしてみるといよいよラプンツェルのとっぴな思考や残忍なほどの活発な動作何者をも,も恐れぬ勇気幼児のような無知な質問などに たまらない魅力を感じ、溺れるほどに愛しました。寒い冬も過ぎ、日一日と暖かになり、庭の早咲きの花がそろそろ開きかけてきた頃、二人は並んで庭をゆっくり歩き回っておりました。ラプンツェルは身ごもっていました。不思議だわ、本当に不思議。また疑問が生じたようだね。王子は二十一歳になったので、少し大人びてきたようです。 今度はどんな疑問が生じたのか聞きたいものだね。先日は神様がどこにいるのかというえらいご質問だったね。ラプンツェルはうつむいてくすくす笑い。あたしは女でしょうかと言いました。王子はこの質問にはごつきました。少なくとも男ではない、ともったいぶった言い方をしました。あたしもやはり子供を産んで、それからおばあさんになるのでしょうか 美しいおば『あさんになるたしいやよ。』ラプンツェルはかすかに笑いました。とても寂しい笑いでした。あたしは子供を産みません。それはまたどういうわけかね。王子は余裕のある口調で尋ねます。ゆうべも眠らずに考えました。子供が生まれるとあたしは急におばあさんになるしあなたは子供ばかりを怖いがってきっとあたしを邪魔になさるでしょう。 誰もあたしを可愛がってくれません。あたしにはよくわかります。あたしは育ちのいやしいバカな女ですから、おばあさんになって汚くなってしまったら、何の取りどころもなくなるのです。また森へ帰って、魔法使いにでもなるよりほかはありませぬ。王子は復元になりました。君はまだあの忌まわしい森のことを忘れないのか、君の今のご身分を考えなさい。ごめんなさい。 もう綺麗に忘れているつもりだったのに夢のような寂しい夜にはふっと思い出してしまうのです私たしの婆さんは怖い魔法使いですがでも私をずいぶん甘やかして育ててくださいました誰も私を怖いがらないようになっても森の婆さんだけはいつでもきっと私を小さい子供のように抱いてくださるような気がするのです私がそばにいるじゃないか王子はにがりきっていました いいえ、あなたはだめ。あなたはあたしをずいぶんかわいがってくださいましたが、ただあたしをめずらしがってお笑いになるばかりで、あたしはなんだか寂しかったのです。いまにあたしが子供を産んだら、あなたは今度は子供の方をめずらしがって、あたしを忘れてしまうでしょう。あたしはつまらない女ですから。君はご自分の美しさに気がつかない。王子はひどく口をとがらせて、 うなるように言いました。つまらないことばかり言っている。今日の質問は実にくだらぬ。あなたは何にもご存じないのです。あたしはこのごろとても苦しいのですよ。あたしやっぱり魔法使いの悪い打ちを受けた野蛮な女です。生まれる子供が憎くてなりません。殺してやりたいくらいです。と声を震わせていって、下唇を噛みました。き弱い王子は戦慄しました。 こいつは本当に殺すかもしれぬと思ったのです。諦めを知らぬ本能的な女性は常に悲劇を起こします。長女は自信たっぷりの顔つきで、滞ることなく書き流し、ここまで書いて静かに筆を置いた。はじめから読み直してみて、時々顔をあからめ、口をゆがめて苦笑した。少し公色すぎたと思われる描写が、所々に散見されたからである。 口の悪い次男に後で冷笑されるに違いないと思ったが、それでも仕方がないと諦めた。自分の今の心境がそのまま素直に現れたのであろう。悲しいことだと思ったりした。でもまた、これだけでも女性の心のデリカシーを描けるのは、境内中で私の他にはないのだとかすかに誇る気持ちもどこかにあった。書斎には火の木がなかった。 今急にそれに気づいて、おお寒いと小声で呟き、かとをすぼめて立ち上がり、書き上げた原稿を持って廊下へ出たら、そこに意味ありげに立っているまっていと危うく鉢合わせしかけた。しっけえしっけえ、まっていはひどく牢映えしている。カズちゃん、偵察しに来たのね。いやいや、さにあらず。まっていは顔を真っ赤にして、いよいよヘド戻した。知っていますよ。 私がうまく続けたかどうか心配だったんでしょう。実はそうなんだよ。マっては小声であっさり白状した。僕のは下手だったろうね。どうせ下手なんだからね。一人で盛んに自長を始めた。そうでもないわよ。今回だけは大出来よ。そうかね。マっての小さい目は喜びに輝いた。姉さん、うまく続けてくれたかね。ラプンツェルをうまく描いてくれたええまあ、どうやらね。 ありがたい。マッテは長女に向かって合唱した。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオグのために録音されました。その四三日目元日に次男は郊外の私の家に遊びに来て、近代の日本の小説を片っ端からこき下ろし、 一人で興奮して、日の暮れる頃、これはいけない、熱が出たようだ、とつぶやき、大急ぎで帰って行った。果たせるかな、その夜から微熱が出て、昨日は寝たり起きたり、今朝になっても全開せず、まだ少し頭が重いそうで、布団の中でうつうつとしている。あまり人の作品の悪口を言うと、こんな具合に風邪を引くものである。いかがです、お加減は。と言って、 母が部屋へ入ってきて、枕元に座り、病人の額にそっと手を乗せてみて。まだ少し熱があるようだね。大事にしてくださいよ。昨日はお雑煮を食べたり、お寿を飲んだり、ちょいちょい起きて不養生をしていましたね。無理をしてはいけません。熱のある時にはじっとして寝ているのが一番いいのです。あなたは体の弱いくせに気ばかり強くていけません。 盛んに叱られている。次男は意気消沈の体である。返す言葉もなく、ただ、かすかに苦笑して母の小言を聞いている。この次男は、境内中で最も冷静な現実主義者で、従ってかなり辛辣な毒舌家でもあるのだが、どういうものか、母に対してだけは鶴草のように従順である。ちっとも息が上がらない。 「いつも病気をして母にお手数をかけているという意識が胸の奥に染み込んでいるせいでもあろう」「今日は一日寝ていなさい」「むやみに起きて歩いてはいけませんよ」「ご飯もここでお上がり」「お粥をこしらえておきました」「さと」「女中の名」が今持ってきますから「お母さんお願いがあるんだけどすこぶる弱い口調である」「今日はね」 僕の番なのです。書いてもいい何です母には一向わからない。何のことですほら、あの連作をまた始めているんですよ。昨日僕は退屈だったものだから、姉さんに頼んで無理に原稿を見せてもらって、昨日一晩その続きを考えていたのです。今度のはちょっと難しい。行けません、行けません。母は笑いながら、 文豪も風邪をひいているときには、いい考えが浮かびません。兄さんに代わってもらったらどうだめだよ、兄さんなんかだめだよ。兄さんにはね、才能がないんですよ。兄さんが書くといつでも演説みたいになってしまう。そんな悪口を言ってはいきません。兄さんの書くものは、いつも男らしくて立派じゃありませんか。お母さんなら、 いつも、兄さんのが一番好きなんだけどね。わからん。お母さんにはわからん。どうしたって、今度は僕が書かなくちゃいけないんだ。あの続きは、僕でなくちゃ書けないんだ。お母さん、お願い、書いてもいいね。困りますね。あなたは、今日は寝ていなくちゃいけませんよ。兄さんに代わってもらいなさい。あなたは、明日でも、明後日でも、 体の調子が本当によくなってから書くことにしたらいいじゃありませんか。だめだ。お母さんは僕たちの遊びをバカにしているんだからな。大げさにため息をついて、布団を頭からかぶってしまった。わかりました。母は笑って、お母さんが悪かったね。それじゃあね、こうしたらどうあなたが寝ながらゆっくり言うのを私がそのまま書いてあげる。 ねそうしましょう。去年の春にあなたがやはり熱を出して寝ていたとき何やら難しい学校の論文をあなたの言う通りにお母さんが引きできたじゃないのあの時もお母さんは案外上手だったでしょう病人は布団をかぶったまま返事もしない母は途方にくれた女中の佐が朝食のお膳をささげて部屋へ入ってきた佐は 十三ののの時からこの入江の家に奉公している沼津辺りの漁村の生まれであるここへ来てもう四年にもなるので家族のロマンチックの気風にすっかり同化している霊嬢たちから婦人雑誌を借りて仕事のひまひまに読んでいる昔の「あだ討ち物語」を最も興奮して読んでいる「女は三竿が第一という言葉も たまらなく好きである。命をかけても守ってみせると、一人でこっそり緊張している。柳氷の中に、長女からもらった銀のペーパーナイフを隠してある。会見のつもりなのである。色は朝黒いけれど、小さく引き締まった顔である。身なりも清潔にきちんとしている。左の足が少し悪く、心持ち引きずって歩く様子も、 かえって可憐である。入江の家族全部を神様か何かのように尊敬している例の祖父の銀河勲章をも目がくらむほどにもったいなく感じている長女ほどの学者は世界中にいない次女ほどの美人も世界中にいないと固く信じているけれどもとりわけ病身の次男を死ぬほど薄いているあんなきれいなご主人のお供をして ちに出かけたらどんなに楽しいだろう。今は昔のように敵討ちの旅というものがないからつまらない。などとバカなことを考えている。今里は次男の枕元にお膳をうやうやしく置いて少し寂しい。次男は布団を引きかぶったままである。ボドはそれをただ静かに眺めて笑っている。里は誰にも相手にされない。 ひっそりそこに座って、しばらく待ってみたが、なんということもない、恐る恐る、ボドウに尋ねた。よほど悪いのでしょうね。さあ、どうでしょうかね。母は笑っている。突然、次男は布団をはねのけ、くるりと腹ばいになり、お膳を引き寄せて箸を取り、寝たまま、むしゃむしゃと食事を始めた。里はびっくりしたが、すぐに落ち着いて休児した。 次男の意外な元気の様子に、ほっと安心したのである。次男は、物も言わず、猛烈な勢いで貝をす,すり、奮然と梅干しを頬張り、食欲は十分に旺盛のようである。佐都はどう思うかね半熟卵を割りながら、ふいと言い出した。例えば、だね僕がお前と結婚したら、お前はどんな気がすると思うかね実に意外の質問である。佐都よりも、 母の方が十倍も老狽した。まあ、なんという、バカなことを言うのです。冗談にも、そんな、ねえ、里や、お前をからかっているのです。そんな、乱暴な、冗談にも、そんな。例えばですよ、次男は落ち着いている。宣告から、もっぱら小説の筋書きばかり考えているのである。その例えが、里の小さい胸を、どんなに痛く刺したか、点で気づかないでいるのである。 勝手な子である。里は、どんな気がするだろうな、言ってごらん。小説の参考になるんだよ。実に難しいところなんだ。そんな、突拍しないことを言ったって、母はひそかにほっとして、里には、わかりませんよ。ねえ、里や、たけし、次男の名、は、馬鹿げたことばかり言っています。私ならば、里は、次男の役に立つことなら、何でも言おうと思った。 ド道の唐悪そうな目配すをも無視して、ここぞと拳を固くして答えた。私ならば死にます。なんだ、次男はがっかりした様子である。つまらない、死んじゃったんではつまらないんだよ。ラプンツェルが死んじゃったら物語もおしまいだよ。だめだね。ああ、難しい。どんなことにしたらいいかな。しきりに小説の筋書きばかり考えている。 里の必死の答弁も一向に役に立たなかった様子である。里は大いにしょげて、こそこそとお膳を片付け、照れ隠しにわざと、おほうほほと笑いながら、またお膳を捧げて部屋から逃げて出て、廊下を歩きながら泣いてみたいと思ったが、別に悲しくなかったので、今度は心から笑ってしまった。母は若い者の無心な淡泊さに、 そっとお礼を言いたいような気がしていた。自分の濁った老媒ぶりを恥ずかしく思った。信頼していていいのだと思った。どう考えがまとまりましたかお休みになったままで、どんどん行ったらいい。お母さんが筆記してあげますからね。次男はまた仰向けに寝て、布団を胸までかけて目をつぶり、あれこれ考え、苦しんでいる体である。やがて、 ひどくもったいぶった厳かな声で「まとまったようですお願いいたします」と言った母はつい吹き出した以下はその日の母子協力の口実筆記全文である玉のような子が生まれました男の子でした城中は喜びに湧き返りましたけれども産後のラプンツェルは非一日と衰弱しました国中の名医がより集まり さまざまに手を尽くしてみましたが、いよいよはかなく、命のほども危うく見えました。だから、だから、ラプンツェルは寝床の中で静かに涙を流しながら王子に言いました。だから私は子供を産むのは嫌ですと申し上げたじゃありませんか。私は魔法使いの娘ですから、自分の運命をぼんやり予感することができるのです。私が子供を産むと、きっと何か、 悪いこことがが起こるようななな気がしてならなかった私の予感はいつでも必ず当たります。私が今死んでそれだけで災いが済むといいのですけれど、なんだかそれだけでは済まないような恐ろしい予感もするのです。神様というものがあなたのお教えくださったように、もしいらっしゃるならば、私はその神様にお祈りしたい気持ちです。私たちはきっと誰かに憎まれています。 私たちはひどくいけない間違いをしてきたのではないでしょうか。そんなことはない、そんなことはない、当時は病床の枕元をうろうろ歩き回ってやたらに反対しましたが、内心は途方に暮れていたのです。男子誕生の喜びもつかの間、今はラプンツェルの意味不明の衰弱に、魂も動転し、夜も眠れず、ただうろうろ病床の周りをまごついているのです。 王子は、やっぱり真からラプンツェルを愛ししていました。ラプンツェルの顔や姿の美しさまたは違う環境に育った花のもの珍しさあるいはどこやら憐憫を誘うような哀れな盲目の無知それらの事柄にのみ惹かれて王子が夢中で愛イしているだけの話で精神的な高い共鳴と信頼から生まれた愛情でもなしまたお互い 同じ祖先の血筋を感じ合い、同じ宿命に順次ましょうという深い定年と理解に結ばれた愛情でもないという理由から、この王子の愛情の本質をやたらにこぎするのもいけないことです。王子は心からラプンツェルを可愛いいと思っているのです。しようのないほど好きなのです。ただ好きなのです。それでいいではありませんか。純粋な愛情とはそんなものです。 女性が心の底でこっそり求めているものもそのようなひたむきな正直な行為以外のものではないと思います。精神的な高い信頼だの同じ宿命に準じるだのと言ってもお互い嫌いだったらめちゃめちゃです。何もなりやしません。なんだか好きなところがあるからこそ精神的だの宿命だのというキザな言葉も本当らしく聞こえてくるだけの話です。 そんな言葉は、互いの行為の反乱を整理するためか、あるいは情熱の行いの反省、弁解のために用いられているだけなのです。若い男女の恋愛において、そんな弁解ほど胸くその悪いものはありません。ことに、女を救うため、などという男の偽善には、我慢できない、好きなら好きとなぜ明朗に言えないのか、おととい作家の D さんのところへ遊びに行ったときにも、 そんな話が出たけれど、D さんは、その時僕を俗物だと言いやがった。そういう D さんだって、僕があの人の日常生活を、親しくちょいちょい覗いてみたところによると、なあに、ご自分の好き嫌いを基準にして、ちゃっかり生活しているんだ。あの人は、嘘つきだ。僕は、俗物だって、なんだって構わない。事実を、そのまま、はっきり言うのは、僕の好むところだ。人間は、 好むところのものを行うのが一番いいのさ。脱線をいたしました。僕は精神的だの、理解だのの恋愛を考えられないだけのことです。王子の恋愛は正直です。王子のラプンツェルに対する愛情こそ純粋なものだと思います。王子は心からラプンツェルを愛していました。死ぬなんてバカなことを言ってはいけない、と大いに不満そうに口を尖らせて言いました。私は君を、 どんなに愛しているのか、わからないのか、とも言いました。王子は正直な人でした。でも正直の美徳だけでは、ラプンツェルの重い病気を治すことはできません。生きていてくれ、と埋めきました。死んではいかん、と叫びました。他に何も言うべき言葉がないのです。ただ生きて、生きてだけいてくれ、と恋を落としてつぶやいたとき、そのとき、本当かね 生きてさえいればいいのじゃな、というしわがれた声を耳元にささやかれ、愕然として振り向くと、ああ、王子の髪は逆立ちました。全身に冷水を浴びせられた気持ちでした。老婆が、魔法使いの老婆が、すぐ背後にひっそり立っていたのです。何しに来た王子は勇気のゆえではなく、あまりの恐怖のゆえに、思わず大声で叫びました。娘を助けに来たのじゃないか。 老婆は平気な口調で答え、それからにやりと笑いました。知っていたのだよ。婆さんにはこの世でわからないことはないのだよ。みんな知っていましたよ。お前様がわしの娘をこの城に連れてきて可愛がっていなさることはとから知っていましたよ。ただ一時の元へ遊び物になさる気だったらわしだって黙ってはいなかったのだがそうでもないらしいので。 わしは今まで我慢しててやっていたのだよ。わしだって娘が幸せに暮らしていると少しは嬉しいさ。けれどももうだめなようだね。お前様は知るまいが魔法使いの家に生まれた女の子は男に可愛がられて子供を産むと死ぬかでもなければ世の中で一番醜い顔になってしまうかどちらかに決まっているのだよ。ラプンツェルはそのことを はっきりは知っていなかったようだが、でも何かしら勘で分かっていたはずだね。子供を産むのを嫌がっていたろうに、かわいそうなことになったわい。お前様は、一体ラプンツェルをどうなさるつもりだね。見殺しにするか、それとも、わしのような醜い顔になっても生かしておきたいか。お前様は、さっき、どんなことがあっても、生きてだけいておくれ、と念じていなさったが、どうかね。 わしののようなな顔になってても生きいいた方がよいのかねわしだって若い頃にはラプンツェルに決して負けない綺麗な娘だったが旅の漁師に可愛がられラプンツェルを産んでわしの母から死ぬか生きていたいかと尋ねられわしは何としても生きていたかったから生かしておいてくれと頼んだら母はまじないをしてわしの命を助けてくれたがおかげでわしはご覧のとおりの見事な顔になりましたよ。 どうだね、さっきのお前様の念願には嘘がないかね。死なせてください。ラプンツェルは病床でかすかに身もだえして言いました。あたしさえ死ねばもう皆さん無事にお暮らしできるのです。王子様、ラプンツェルは今までお世話になってもう何の不足もございません。生きてつらい目に遭うのは嫌です。生かしてやってくれ。王子は 今度は本当の勇気を持ってきっぱりと言いました。額には苦もんの油汗が浮いていました。ラプンツェルはこのバーのような醜い顔になるはずがない。わしがなんで嘘など言うものか。よろしい、そんならばラプンツェルを末長く生かしておいてあげよう。どんなに醜い顔になってもお前様は変わらずラプンツェルをかわいがってあげますか。章終わり。 この録音はパブリックドメインです。リブリボックス・ドット・オウのために録音されました。その後、次男の病床の口述筆記は短い割に多少の飛躍があったようである。けれどもさすがに病床の通腹では、日ごろ日本のあらゆる現代作家を礼称しているコーマンブレーの教授も。 その得意の才能の片りをちらっと見せただけで、試案してまとめておいたプランの3分の1も言い表すことができず、へたばってしまった。当たら才能も、風の微熱には勝てぬと見える。飛躍が少し始まりかけたままの姿で、虚しくバトンは次の選手に委ねられた。次の選手は、これまた生意気な次女である。あっと一興させずば、山の手の光明心に燃えて、 4日目、朝からそわそわしていた。家族そろって朝ごはんの食卓に着いた時にも自分だけは特にパンと牛乳だけで軽く済ませた家族の人たちのように味噌汁おたくあんなどの現実的なるものを摂取するならば衣服も濁って空想もいびするに違いないという主役からでもあろうか食事を済ませてから応接室に行き突っ立ったまま ピアノのキーをやたらに叩いた。ショパン、リスト、モーツァルト、メンデルスゾーン、ラベル、めちゃめちゃに思いつき次第弾いてみた。霊感を甘くだらせようと思っているのだ。この子はなかなか大げさである。霊感を得た、と思った。澄ました顔をして、応接室を出て、それから湯殿に行き、靴下を脱いで足を洗った。不思議な行為である。 けれども、次女は、この行為によって、自らを清くしているつもりなのである。変態のバプテスマである。これでも、身も心も正常になったと、次女は十分に満足して、おもむろに自分の書斎に引き上げた。書斎の椅子に腰を下ろし、アーメン、と呟いた。これはいかにも突飛である。この次女に信仰などあるはずはない。ただ、 自分の今の緊張を言い表すのに、ちょっと手ごろな言葉だと思って、臨時に拝借してみたものらしい。アーメンなるほど心が落ち着く。次女はもったいぶり、足の下の小さい瀬戸の火鉢に、梅花という項を一つくべて、すっと深く呼吸して目を細めた。古代の京州作家、紫式部の心境がわかるような気がした。春はあけぼの。 という文章をちらっと思い浮かべていい気持ちであったが、それは聖書納言の文章であったことに気づいて少し興ざめた。慌てて机の本立てから引き出した本はギリシャ神話である。すなわち異教の神話である。ここにおいて次女のアーメンは真っ赤な偽物であったということは完全に説明される。この本は彼女の空想の源泉であるという。 空想力は枯渇すれば、この本を開く。たちまち、花、森、泉、恋、白鳥、王子、妖精が、完全に氾濫するのだそうであるが、あまり当てにならない。この次女の、することなすこと、どうも信用しがたい。ショパン、霊感、足のバプテスマ、アーメン、梅花、紫式部、春は秋物、ギリシャ神話、何の連関もないではないか。 滅裂である。そうしてただもう気取っている。ギリシャ神話をパラパラめくって、全裸のアポロの挿絵を眺め、気味の悪い薄笑いを漏らした。ポンと本を投げ出して、それから机の引き出しを開け、チョコレートの箱とドロップの缶を取り出し、実にどうにもキザな手つきで、つまり人差し指と親指と2本だけ使い、 あとの三本の指はピンと上に反らせたままの、あのくすぐったい手つきでチョコレートをつまみ、口に入れるより早く演技し、間髪を入れずドロップを甲中に投げ込み、バリバリ噛み砕いて、次はまたチョコレート、瞬時にしてドロップ、飢餓の魔物のごとくむさぼり食うのである。朝食の時、衣服を軽快になさんがため、特にパンと牛乳だけで済ませておいたことも、 これでは何にもならない。この次女はもともとよほどの大食いなのである。上品ぶってパンと牛乳で軽く済ませてはみたが、それでは足りない。とても足りるものではない。すなわち、書斎に引きこもり、人目を避けて、たちまち大食いの本性を発揮したというわけなのである。とかく偽りの多い子である。チョコレート二十、ドロップ十個を演劇し、ケロリとして、 トラビエタの花歌を始めた。歌いながら原稿用紙の治療を吹き払い、G ペンにたっぷりインクを含ませて、だらだらと書き始めた。すこぶる態度が悪いのである。諦めを知らぬ本能的な女性は常に悲劇を起こします。という発言、長女の名、女子の暗示も、ここにおいて多少の混乱に包着したようでございます。ラプンツェルは、 魔の森に生まれ、カエルの焼き串や毒キノコなどを食べて成長し、老婆の盲目的な愛分の中で、わがまま一杯に育てられ、森のカラスや鹿を相手に遊んできた、いわば野育ちの子でありますから、その趣味においても、また感覚においても、やはり本能的な野蛮なものがあるだろうということは思考できます。また、その本能的な言動が、 かえって王子を熱狂させるほどの魅力になっていたのだというのも容易に推察できることでございます。けれども果たしてラプンツェルは諦めを知らぬ女性であろうか、本能的な野蛮な女性であったことは思考できますが、今のこの命の瀬戸際におけるラプンツェルは全てを諦めているように見えるではないか。死にます、とラプンツェルは言っているのです。死んだ方が良い、と言っているのです。 すべてを諦めた人の言葉ではないでしょうか。けれども、発江女子は、ラプンツェルを、諦めを知らぬ女性として指摘しております。軽率にそれに反対したら、叱られます。叱られるのは嫌なことゆえ、筆者も、とにかく、発江女子の弾案に、サインを表することにいたします。ラプンツェルは確かに、諦めを知らぬ女性であります。死なせてください、とという言葉は、 大変いじらしい謙虚な響きを持っておりますが、なおよく考えてみると、これは非常に自分勝手なうぬぼれの強い言葉であります。人に可愛がられることばかり考えているのです。自分がまだ人に可愛がられる資格があるとうぬぼれることのできる間は、生きがいもあり、この世も楽しい。それは当たり前のことであります。けれども、もう自分には、 人に可愛がられる資格はないという、はっきりした自覚を持っていながらも、人は生きていかなければならぬものであります。人に愛される資格がなくても、人を愛する資格は永遠に残されているはずであります。人の真の謙虚とは、その愛する喜びを知ることだと思います。愛される喜びだけを求めているのは、それこそ野蛮な無知な仕業だと思います。 ラプンツェルは今まで王子に可愛がられることばかり考えていました。王子を愛することを忘れていました。生まれ出た我が子を愛することをさえ忘れていました。いやいや我が子に嫉妬さえ感じていたのです。そうして自分がもはや誰にも愛され得ないということを知ったときには死にたい。いっそ人思いに殺してください。などと願うのです。なんという わがまま者、王子をもっと愛してあげなければいけません。王子だって寂しいお子です。ラプンツェルに死なれたらどんなに力を落とすでしょう。ラプンツェルは王子の愛情に報いなければいけません。生きていたい。なんとかして生きたい。自分がどんなにつらい目にあっても子供のために生きたい。その子を愛してまるまると丈夫に育てたいと一筋に願うことこそ。 まさしく、諦めを知った人間の謙虚な態度ではないでしょうか。自分は醜いから、人に愛されることはできないが、せめて人を陰ながら、こっそり愛していこう。誰に知られずともよい、愛することほど大いなる喜びはないのだと、素直に諦めている女性こそ、まことに神の寵児です。その人は、よし誰にも愛されずとも、神様の 大きいい愛に包まれているはずです。幸福なるかななんて筆者は恐ろしく神妙なことを弁じ立てましたけれども筆者の本心は必ずしも以上の真実の通りでもないのであります筆者はやはり人間は美しくて皆に夢中で愛されたらそれに越したことはないとも思っているのでございますがでも以上のように神妙に言い立てなければあるいは発生女子のご不況を コウムリアもはかりがたいので、おっかなびっくり心にもない幽縁なことどものみを申し述べました。そもそも発重女子は実に筆者の実施にあたり、かつまた筆者のフランス語の教師なのでありますから、筆者は常にそのご執見に背かざるよう、吉教助として、もっぱらおついにこれ務めなければなりませぬ。徴用、序わるとは言いながらも、用者たるもの、 また辛いかな。さてラプンツェルは以上述べてまいりましたように、諦めを知らぬ無知な女性でありますから、自分がもはや人から愛武される資格を失ったと思うより早く、いっそ死にたいと願っています。生きることは王子に愛武される一時だと思い込んでいる様子なので、手がつけられません。けれども王子は今や懸命であります。人は苦しくなると、 神にお祈りするものでありますが、もっとぎゅうぎゅう苦しくなると、悪魔にさえ狂乱の姿で取りすがりたくなるものです。王子は今切羽詰まって、魔法使いの汚い老婆に手を合わせんばかりにして頼み込んでいるのであります。生かしてやってくれ、と油汗を流して叫びました。悪魔に膝を屈して頼み込んでしまったのであります。 真から愛している人の命を取り留めるためには、自分のプライドも何も全部捨て売りにしても食いない王子様。けなげでもあり、また純真可憐な王子様。老婆はにやりと笑いました。よろしい。ラプンツェルを末永く生かしておいてあげましょう。わしのような顔になっても、お前様はやっぱりラプンツェルを今まで通りに可愛がってあげるのだね。王子は、 額の油汗を手のひらで乱暴に拭って、顔、私には今そんなことを考えている余裕がない。丈夫なラプンツェルを今一度見たいだけだ。ラプンツェルはまだ若いのだ。若くて丈夫でさえあったら、どんな顔でも見にくいはずはない。さあ、早くラプンツェルを元のように丈夫にしてやっておくれ、と堂々と言ってのけたが、目には涙が光っていました。 美しいままで死なせるのが本当の深い愛情なのかもしれぬ。けれども、ああ、死なせたくはない。ラプンツェルのいない世界は真っ暗闇だ。呪われた宿命を背負っている女の子ほど可愛いいものはないのだ。生かしておきたい。生かして、いつまでも自分のそばにいさせたい。どんなに醜い顔になってもかまわぬ。私はラプンツェルを好きなのだ。不思議な花、森の末、 乱気から生まれた女体、いつまでも消えずにいてくれ、と哀愁やら哀ぶやら、耐えられぬばかりに苦しくて、目前の老婆さえいなかったら、ラプンツェルの安田胸にしがみつき、恋を惜しまずに泣いてみたい気持ちでした。老婆は、王子の苦しみの表情を、美しいものでも見るように、うっとり目を細めて、気持ちよさそうに眺めていました。やがて、良いお子じゃ。 とししがれたた声でつぶやきましたなかなか正直な良いお子じゃ。ラプンツェル、お前は幸せな女だね。いいえ、私は不幸な女です。と病床のラプンツェルは老婆のつぶやきの言葉を聞き取って答えました。私は魔法使いの娘です。王子様に可愛がられると、それだけ一層強く、私は自分の卑しい生まれを思い知らされ。 恥ずかしく、つらくって、いつもふるさとが懐かしく、森のあの塔で、星や小鳥と話していたときの方が、い層気楽だったように思われるのです。私は、このお城から逃げ出して、あの森のおばあさんのところへ帰ってしまおうと、これまで幾度考えたかわかりません。けれども私は王子様と離れるのがつらかった。私は王子様を好きなのです。 命を銃でも差し上げたい。王子様はとても優しい良いお方です。私はどうしても王子様とお別れすることができず、今日までぐずぐずこのお城にとどまっていたのです。私は幸せではなかった。毎日毎日が私にとって地獄でした。おばあさん、女は真から好きなお方と連れ添うものじゃないわ。ちっとも幸せではありません。 ああ、死なせてください。私は王子様と生きてお別れすることは、とてもできそうもありませんから、死んでお別れするのです。私が今死ぬと、私も王子様も、みんな幸福になれるのです。それはお前のわがままだよ、と老婆は、にやにや笑っていました。その口調には、情の深い母の響きがこもっていました。王子様は、お前がどんなに醜い顔になっても、 お前を可愛がってあげると約束したのだ。大変な熱の相方さ。えらいものさ。こんな塩梅じゃ王子様はお前に死なれたら後を追って死ぬかもしれんよ。まあとにかく王子様のためにももう一度丈夫になってみるがよい。それからのことはまたその時のことさ。ラプンツェル、お前はもう赤ちゃんを産んだのだよ。お母ちゃんになったのだよ。ラプンツェルは かすかなため息を漏らして、静かに目をつぶりました。王子は劇場の果て、今はもうすべての表情を失い、化石のようにぼんやり立ったままでした。眼前に魔法の祭壇が築かれます。老婆は風のように素早く病室から出たかと思うと、何かをひさげてまた現れ、現れるかと思うと消えて、様々な品が病室に持ち込まれるのでした。 祭壇は4本の獣の足によって支えられシンクの布で覆われているのですがその布は500種類の蛇の舌をなめして作ったものでそのシンクの色も下からにじみ出た血の色でした祭壇の上には黒牛の皮で作られた恐ろしく大きな釜が置かれてその釜の中には熱湯が火の木もないのにふつふつと煮えたぎって 引きこぼれるばかりりの勢いでありました。老婆は紙を振り乱しその大釜の周囲を何やら呪文を唱えながら駆け巡り駆け巡り駆け巡りながら数々の薬草あるいは世に珍しい品々をその大釜の熱湯の中に鳴り込むのでした例えば太古より消えることのなかった高峰の寝雪、キラと光って消えかけた一瞬前の笹の葉の霜 一万年生きた亀の子、月光の中で一粒ずつ拾い集めた砂金、竜の鱗、生まれて一度も日光に当たったことのないドブネズミの目玉、ホトトギスの吐き出した水銀、ホタルの尻の真珠、オウムの青い舌、永遠に散らぬケシの花、フクロウの耳たぶ、テントウムシの爪、キリギリスの奥歯、 海底に咲いた梅の花一輪、その他、とてもこの世で入手できがたいような貴重な品々を、次から次と投げ込んで、およそ三百回ほど釜の周囲をかきめぐり、釜から立ち上る湯気が、虹のように七色の色彩を呈してきたとき、老婆はぴたりと足をとどめ、ラプンツェル、と人が変わったような威厳のある口調で、病床のラプンツェルに呼びかけました。 母が一生に一度の難儀の魔法を行います。お前もしばらく辛抱して、というより早くラプンツェルに踊りかかり、細長いナイフでぐさっとラプンツェルの胸を突き刺し、王子が、あ、と叫ぶ間もなく、痩せをとどろ,ろいて髪ほど軽いラプンツェルの体を両手で抱き取って妙より高く差し上げ、どぶんと大釜の中に鳴り込みました。一声かすかに、カモメの鳴き声に似た声が、 釜の中から聞こえた霧で、あとはまたお湯の煮えたぎる音と老婆の低い呪文の声ばかりでありました。あまりのことに王子は声もすぐには出ませんでした。ほとんどつぶやくような低い声でようやく、何をするのだ、これせるとは頼まなかった。釜でによとは言いつけなかった。返してくれ。私のラプンツェルを返してくれ。お前は悪魔だ。 とだけは言ってみたものの、それ以上、老婆に食ってかかる気力もなく、ラプンツェルの空のベッドに体をなえて、うわー、と大声で、子供のように泣き出しました。老婆は、それにお構いなく、血走った目で釜を見つめ、額から、頬から、首から、だらだら汗を流して、一心に呪文を唱えているのでした。ふっと呪文が途切れた、と同時に、釜の中の沸騰の音も、 誰とやみましたので、王子は涙を流しながら少し頭を上げて、不審そうに祭壇を見たとき、ああ、ラプンツェル出ておいで、という老婆のかし誇こったような澄んだ呼び声に応えて、やがて現れたラプンツェルの顔。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リリブリボックス ドットオ g のために録音されました。その録。美人であった。その顔は輝くばかりに美しかった。と長兄は大いに興奮して書き続けた。長兄の万年筆は実に太い。ソーセージくらいの大きさである。その堂々たる万年筆をしかと右手に握って胸を張り、キュッと口を引き締め、誠に立派な態度で一時一時 はっきり大きく書いてはいるが、惜しいことには、この長兄には、丁前ほどの物語の才能がないようである。丁前たちは、それゆえ、この長兄を少しくなめているような風があるけれども、それは丁前たちの不尊な悪徳であって、長兄には長兄としての無類の良さもあるのである。嘘をつかない。正直である。そうして、いわゆる人情には脆い。 今もラプンツェルが釜から出てきて、そうして魔法使いのおばあさんの顔のように、醜く恐ろしい顔をしていた等と,とは、どうしても書けないのである。それではあまりにラプンツェルがかわいそうだ。王子に気の毒だ。と義憤をさえ感じて、美人であった。その顔は、輝くばかりに美しかった。と勢い込んで書いたのであるが、さて、その後が続かない。どうも長兄は、 真面目すぎて、それゆえ空想力も甚ははだ貧弱のようである。物語の才能というものは、デたらめの狡猾な人間ほど豊富に持っているようだ。長兄はいわば立派な人格者なのであって、胸には高潔の理想の火が燃えて、愛情も深く、そこに何の駆け引きも打算もないのであるから、どうも物語を曲行することにおいては増えてなのである。 遠慮なく申せば物語は下手くそである。何を書いてもすぐ論文のようになってしまう。今もやはりどうも演説口調のようである。ただ真面目一方である。その顔は輝くばかりに美しかったと書いて厳かに目をつぶりしばらく考えてから今度はゆっくり次のように書き続けた。物語にも何にもなっていないが長廷の誠実と 愛情だけは、さすがに行間ににじみ出ている。その顔は、ラプンツェルの顔ではなかった。いや、やっぱりラプンツェルの顔である。しかしながら、病気以前のラプンツェルの、産毛の多い野原のような可憐な顔ではなく、女性の顔を、とやかく批評するのは失礼なことであるが、今、生き返って、かすかに笑っている顔は、これは草花に例えるならば、 万物の霊長たる人間の綿棒を植物に例えるのは無謀のことであるが、まず気境であろうか、月見草であろうか、とにかく秋の草花である。魔法の祭壇から降りて寂しく笑った。品位、以前になかったしとやかな品位がその身に備わってきているのだ。王子はその気高い女王様に思わず軽くお授業した。不思議なこともあるものだ。 と魔法使いの老婆は首をかしげてつぶやいた。こんなはずではなかった。ガマのような顔の娘が、釜の中からはって出てくるものとばかり思っていたが、どうもこれは、わしの魔法の力より、もっと強い力のものが邪魔をしたのに違いない。わしは負けた。もう魔法も嫌になりました。森へ帰って、当たり前のつまらぬバーとして余生を送ろう。世の中には、 わわしにわからぬこともあるわいそう言って魔法の祭壇をどんと蹴飛ばし暖炉にくべて燃やしてしまった祭壇の書道具はそれから七日七晩青い火をあげて燃え続けていたという老婆は森へ帰り普通のおとなしいばあさんとして静かに寄席を送ったのであるこれを要するに王子の愛の力が老婆の 魔法の力に打ち勝ったということになるのであるが、小生の観察によれば、二人の真の結婚生活はいよいよこれから始まるもののようである。王子の今日までの愛情は、極限すれば愛舞という言葉と置き換えてもいいくらいのものであった。青春の頃はそれもまたやむを得まい。しかしながら必ずそれは行き詰まる。必ず危機が到来する。 王子とラプンツェルの場合も確かにその解任出産を要因として二人の間の愛情がそごをきたした。確かにそれは神の試みであったのである。けれども王子の無邪気な懸命の祈りは神の憐れみ賜うところとなり、ラプンツェルは肉感を洗い去った気高い精神の女性として蘇生した。王子はそれに対して思わずお辞儀をしたくらいである。 ここだ。ここに新しい第二の結婚生活が始まる。曰く相互の尊敬である。相互の尊敬なくして、まことの結婚は成立しない。ラプンツェルは今は野蛮の娘ではない。人の元老物ではないのである。深い悲しみと諦めと思いやりのこもった微笑を口元に浮かべて、生まれながらの女王のように落ち着いている。王子は、 ラプンツェルとそっと微笑を交わしただけで、心も和やかになって楽しいのである。夫と妻はその生涯において、幾度も結婚をし直さなければならぬ。お互いが相手の進化を発見していくためにも、次々の危機に打ち勝って、別離せずに結婚をし直し、進まなければならぬ。王子とラプンツェルも、この五年後、あるいは十年後に、 またもや結婚をし直すことがあるかもしれぬが互いの一筋の信頼と尊敬をもはや失うこともあるまいからまずまず万々歳であろうと小生には思われるのである。長兄はあまり真剣に力を入れすぎて書いたので自分でも何を言っているのやら訳がわからなくなって狼狽した物語にも何もなっていないぶち壊しになったような気もする。 長兄は太い万年筆を握ったまま、実に難しい顔をした。思い余って立ち上がり、本棚の本をあれこれと取り出し、覗いてみた。いいものを見つけた。パウロの書簡集。手持って前書の第二章。このラプンツェル物語の結びの言葉として、おあつらい向きであると長兄はひそかにうなずき、大いにもったいぶって書き写した。 このゆえに我は望む男は怒らず争わず、いずれのところにても清き手を挙げて祈らんことを。また女は周知を知り、慎みてよろしきにかなう衣をもて己を飾り、網たる髪の毛と金と真珠と与え高き衣をもては飾らず、よき技をもて飾りとせんことを。これ神を、 敬わんと公言する女に叶えることなり。女はすべてのことを従順にして静かに道を学ぶべし。我女の教うることと男の上に剣を取ることを許さず。ただ静かにすべし。それアダムは前に作られ、エバは後に作られたり。アダムは惑わされず、女は惑わされて罪に陥り至るなり。 されど、女もし、慎みて、信仰と愛と潔くとにおらば、子を産むことによりて救わるべし。まず、これでよし、と長兄は、思わず感じと笑った。邸舞たちへのよき戒めにもなるであろう。このパウロの句でもなかったことには、僕の論子は、ひどろもどろで、余ったるく、甚だ月並みで、邸舞たちの嘲笑の種にせられたかもわからない。 危ないところであった。パウロに感謝だ。と長兄は、九死に一生を得た思いのようであった。長兄はいつもテーマに立ちへの教訓ということを忘れない。それゆえ、真面目になってしまって、物語も軽く弾まず、必ずお説教の口調になってしまう。長兄には、やはり長兄としての苦しさがあるものだ。いつも真面目でいなければならぬ。 丁前に立ちとふざき合うことは、長兄としての責任感が許さないのである。さて、これで物語は、どうやら五日目に、長兄の道徳行為という、なんだか打足に近いものによって、一応は完結した様子である。今日は正月の五日である。次男の風も治っていた。昼少し過ぎに、長兄は書斎から意気揚々と出てきて、 さあ、完成したぞ、完成したぞ、とテーマたちに報告して歩いて、皆を客間に集合させた。祖父も、ニヤニヤ笑いながらやってきた。やがて、祖母も、待っていに無理やり引っ張られてやってきた。母と里は客間に火鉢を用意するやら、お茶、お菓子、昼食代わりのサンドイッチ、祖父のウイスキーなどを運ぶのに忙しい。まず、待っていから読み始めた。 祖母は膝をすすめ、文章の切れ目切れ目に、なるほど、なるほどという賛成の言葉を差し挟むので、まっては読みながら恥ずかしかった。祖父はどさくさ紛れにウイスキーの瓶を自分のそばに引き寄せて、線を抜き、勝手に一人で飲み始めている。長兄が小声で、おじいさん、量が過ぎやしませんかと注意を与えたら、祖父はもっと小さい声で、 ローマンスは用手聞くのが通なものじゃと答えた。待って長女次男次女おのの工夫に富んだ朗読法でもって読み終わり最後に長兄は幽谷の熱弁のような悲痛な口調で読み上げた。次男は吹き出したいのをこらえていたがついにこらえかねて廊下へ逃げ出した。次女は長男の文才を軽蔑し始めたというようなおどけた表情をして。 わざと拍手をしたりした。生意気なやつである。全部読み終わった頃には、祖父はすでに程度を超えて酔っていた。うまい、皆うまい、中でもルミ、次女の名がうまかった。とやはり次女をひいした。けれども、と水眼を見開き、意外の講義を提出した。王子とラプンツェルのことばかり書いて、王様と王子様のことには、 誰もちっとも触れなかったのは残念じゃ。発声がちょっと書いていたようだが、あれだけでは足りん。そもそも、王子がラプンツェルと結婚できたのも、またそれから末永く幸福に暮らしたのも、みんなこれ一重に、王様と王子様のご自愛の賜物じゃ。王様と王子様にもしご理解がなかったら、王子とラプンツェルとが、どんなに深く愛し合っていたとしても、めちゃくちゃじゃ。だからして、 王様と王子様の深きご寛容を無視しては、この物語は成立せぬ。お前たちはまだ若い。そういう影のご理解に気がつかず、ただもう王子様やラプンツェルの連母のことばかり問題にしている。まだ至らんようじゃ。わしはビクトル・ヒューゴーの作品を、せがらに勧められて愛読したものだが、あれはさすがに隅々まで目が届いている。 かの、ヴィクトル・ユーゴは、と一段と声を張り上げたとき、祖母に叱られた。子供たちがせっかく楽しんでいるのに、あなたは何を言うのですか、と叱られ、おまけにウイスキーの瓶とグラスを取り上げられた。祖父の批評は、割合正確なところもあったようだが、口調がはなはだ,だ,だらしなかったので、誰にも指示されず、黙殺されてしまった。祖父は急にしょげた。 その様子を見かねて、母は祖父に例の勲章をそっと手渡した。去年の大晦日に母は祖父の秘密のわずかな借銭をこっそり支払ってあげた功労によってその銀貨の勲章を授与されていたのである。一番出来の良かった人におじいさんが勲章を授与なさるそうですよと母は子供たちに笑いながら教えた。母は祖父にそんなことで 元気を回復させてあげたかったのである。けれども祖父は変に真面目な顔になってしまって、いや、これはやっぱり見よ、母の名にあげよう、永久にあげましょう、孫たちをよろしく頼みますよ、と言った。子供たちはなんだか感動した。実に立派な勲章のように思われた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。ロマン道路 太宰治む終わり」。